28日都内で行われた初連載漫画山田くんのざわめく時間単行本発売記念会見にKAT−TUNのメンバーである中丸雄一さんが参加しました。16日に元日本テレビアナウンサーの笹崎里奈さんとの結婚を発表して以来中丸さんが初めて公の場に登場したこととなりました。結婚後中丸さんは特に生活は変わらないですとのんびりとした様子を見せつつも奥さんの反応について問われると考えてもいいですか現在40歳ですが今もなおアイドル業をやってるのでアイドルとして応援してくださっている方がどう思うか必ず考えて発言するようにしているんです答えない方が良いですよねとアイドルとしてのプライドを示しました。結婚のきっかけについて話す中で中丸さんは40歳という年齢が一番大きかったですね兄弟も結婚したり子供産んだり環境が変わったのでその影響も多かったと思いますと述べつつも奥さんの感想に関する質問にはすいませんKAT−TUNとして応援してくださる方のことを考えると触れない方がいいのでと牽制しました。中丸さんと笹崎さんは2015年から2018年までの3年間同局の週1で共演していました。中丸さんは長年の夢であった漫画執筆に3年前から取り組んでおり2023年6月には漫画雑誌月刊アフタヌーンで山田くんのざわめく時間の連載をスタートさせ1月23日に単行本が発売されました。冒頭で中丸さんは時間をかけて労力をかけたつもりの漫画であることを紹介しシンプルにただただ感無量ですゴールではないですが少年の頃に夢見たことなので過去の自分に頑張ったなと言いたいくらい日々興奮していますと喜びを爆発させました。今回はここまで最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。